午前9時半から行われた京都大学の卒業式、去年は新型コロナウイルスの影響で中止となりましたが、今年は参加者を卒業生のみに制限するなど感染対策を行い実施されました。式では湊長弘総長から各学部の代表者に学域を授与しました。自由な学風を精神とする京大とあって、毎年個性的な仮装をして参加する卒業生の姿も見られますが、今年は できないかなって思ってたんで、念願の仮装ができてあとで大学戻ってこれ脱いで写真撮ったりするのでこれは赤ちゃんの格好です。で、少子化が深刻化すると予想しているので、それを何としても阻止しなければならないと思って、僕は格好を持ってアピールしています。10の学部の2770人が学び屋を後にし、新たなスタートを切ります。